韓国では日韓海底トンネルにおいて政界を中心に批判が続いている。日韓両国間のトンネルは日本に侵略ルートを築くだけだとか、利敵行ために該当するというものである。しかしその多くの批判は消耗的な論争を煽るだけだという意見が、専門家たちの間で出ている。英国とフランスをつなぐ英仏海底トンネルも安保の懸念があったが、現在は物人的交流活性化に大きく役立っていることから、政界が先頭に立って建設的な論議をすべきだという指摘が出ている。今日韓国政界によると、野党第一党国民の力のキム・ジョンイン非常対策委員長が日韓海底トンネル建設を積極的に検討することを明らかにして以降、鋭い批判が続いている。与党ともに民主党のキム・ヒグク議員は、去る2日の非公開議員総会で海底トンネルは、まさしく日本が水の得たツヤマトランの時から夢見てきた侵略ルートだとして、キム委員長を間接的に批判した。キム委員長は昨日日本を我々の目的のために利用できるという考えをすべきだとして、日韓海底トンネルの重要性を強調する姿勢を示した。ただこのような政界の主張は、過去英仏海底トンネルにおいても出てきた消耗的な論争と全く同じことを繰り返しているという批判が上がっている。英仏トンネルは1802年に初めてその話が出てから、建設当時の1882年には安保戦略上での反対から英国が作業を中断、1975年には過度な工事費負担から英国が一方的に工事を放棄しようとしていた。その後1994年に開通したが、英仏トンネルを運営するユーロスターは2016年基準で5億1400万ユーロの利益をもたらすなど、優秀な実績を出している。釜山大学元教授で現在韓非トンネル研究会のソイテク共同代表は、政治の攻防を超え実質的な論議をするべきだと強調し、韓非海底トンネルも、英仏海底トンネルのように十分経済性のある工事だと語った。続けて京畿高速道路も、最初は経済性がないという評価を受けていたが、長期的には国益に相当な貢献をすることとなった都市韓非海底トンネルを経済性が低いと評価しているが、物流が集まり交通インフラができれば、長期的には明確に利益があると指摘した。